ロイドご飯の時間が来ました。はい、どうも、今回は大阪府堺市、この大阪府で食べるこちら、マルトクさん新徳島ラーメンと書かれてお店で早速行ってみましょう。
はい、というわけでいただいてきましたマルトクラーメンさんでした。こちらのメニューでもね軽くご紹介しましたが、ガチ、特化というのはこう、いわゆるこうガチのもう定番の徳島ラーメン醤油豚骨なんだそうですが、このマルトクラーメンというのはその、醤油豚骨ベースでありながら魚介を少し足して、ややすっきりめに仕上げてありますよね。お店の方の、おすすめでしたが、やっぱりここのマルトクさんでね、いただくオリジナルの、徳島ラーメンということでこのマルトクいただいてきましたが、美味しくいただきました。で、本当に本当に言っていただいた通りなんですけども、魚介の風味を程よくしてすごくバランスがいい美味しいスープだなと感じました。でさらにまたもことも、ね、合うのはもちろんのことなんですけども、あのお肉も美味しいし、チャーシューの方もちょっと甘めのタレが染みてどちらも美味しかったですし、自分ねこちらいいなと思ったのはトッピングの旨辛ニンニクでしたか、あれもね自家製なんだそうですが、これもなんとなくすごく辛すぎたりもうニンニクニンニクしてちょっと味きつすぎてこってりしちゃうんじゃないかなと思いながら恐る恐る入れましたが、これ本当に優しめの味で、あれこれどのぐらいの塩梅なんだろうと思ってご飯につけて食べて予約はっきりしましたが、これ本当にねうまいことニンニク、もうニンニクの感じ良さも出しつつも強烈すぎず、しかもね辛さも後から後追いでほのかにこうあちょっと辛いなって感じるぐらいのすごい抑制が効いた、味付け味加減にできていて、すごくね本当バランスを大事にした一杯、お店のね、調理法だなと、調理の仕上げだなと思いました。はい、というわけでこれはもうスープからそして肉の味付けから卓上トッピングに至るまで非常にこうバランスのいい味具合で、自分美味しいなと思いました。というわけでこのねマルトクラーメンいただいて、もし次回またね行ける時あったらその時はガチ食満をしていただいてみたいなと思っています。はい、というわけでした。この大阪で食べるマルトクさんの徳島ラーメン美味しくいただいてきました。ここでご視聴ありがとうございました。ではまた。